かかった？なんかかかった。お？船は？お？ホッケか？ウグイじゃない。行くな。あ、でっか。お、カレイだ。てかでか。あ、でかい。ちょっと待ってよし。待って。いや。なんだ。曲がれかな。おう。ちょっと待ってね、こっから、で、こ、お前、こっち、ん？あのね、糸こっち来てんだわ。うん。うわぁ、抜き上げるか。いいよ。ゆっくり。よしよしよし。あ、でかっ！でかいよ。バクバク。でかいぞ、これ。40いったべ。40いったな。石持ちか？曲がれ。曲がれか。え？なんだこれ。ソハチ？ソハチでもない。え、何これ？なんか曲がれ大きくなると黄色が消えるとかって。あ、そうなんですか？ソハチではない。ん？なんだ？でけえ。ソハチだと何が違う？ソハチは多分形が違うよ。曲がれだね。でっけえな。違うカレーな、あ、流れだね。え、でっかっあ、やっぱおじいちゃん竿だ一番上の針に来たの？すげえじゃん。あ、でかいこれはでかいわ。あれメジャー持ってきたっけ？これはいいサイズなんです。引いたもんね。何？パン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 って引いたの？そんな時にお前パパあれサビキでかいやつって。なんでお前引いてんのよ上に食ってきたね。ちょっとこれさ、1.5 ってことだな。ああ、十分だ。この時期にこのサイズなら十分だぜ。へー、いるんだね。アブ？お前釣るな、アブ。へー、ワームで頑張ってみる。ワームか。餌、あの切り身系でよければなんか使っていいです、全然。あ、っていうかね、塩エサメとかだったらちょっと全然使ってくれてもいいですよ。あ、サイズとか使っていいです。おお、いいね。パパもやるかな。どうしようかな。やるかな。確かに。前に出た方がいい。軽くなった？どう？あ、なんかついてない？え、外れた？マジか。なんかあれ多分カレーじゃないあたりなんだよ。外れたんだよ、口から。
お前それ右の竿に引っ掛けてから切っただろ。いやいやいや、お前やってくれたね。いや今右の竿思いっきり動いたから。お前やるのか？合わせるやつだよ。え？うん。でもなんか今弱えな、当たりな。こっち P ラインだから当たりダイレクトに来るんだよな。あーなんかちっちゃくね。飲ませる顔かりんだ。いやガヤじゃない。うん、おっ、お、切れた。ねえ、もう。切れた。マジ？最悪。全然強く引いてないのに。ってなんだけど。凍ってるからかな。今引っかかってたって、三脚に。マジで？いやー。パパとシン、パパとシン一回ずつ切ってね。ヘッドライトはあんなに切るのはないって、うん、切ってんのかもしれない。わかんないですよね。うん、でも合わせ切れってない。え、重たいものが立ったら、ね、あ、カメラさん、やるか。うん、ツンツンってきて、いいよ。どうよ、乗った。え、 P ラインこれ、 P ラインですね。さっきより強調はなんだ。なんだガヤで二連がやだ。そうか、嫌がってるんだ。飛ばせロケットのこれデメリット来ちゃうんじゃないこれ。うん、このパターンか、悩ましいな。なってましたね。おお、どうだどうだ。乗ったかな。なんでしょう。重たいですね。カレーかな。お、カレー重みはありますよ、ね、あります、はい、曲がれだったら難しい。うん、また曲がれだったりですね。もしくは川がれ、うん、ガヤの重みではないような気がするけど、どうだ。うん？なんだ？あ、ガヤ。あ、いい、まあいいサイズのガヤ。ガヤじゃないと思うけど。ガヤタイム。いや、ガヤタイムかこれ。湧いてますね。湧いてますね。これ直巻きの P4 号です。あのもう、そう、地下ライトとかもめんどくさい時に、はい、4号で投げたら、そんな簡単に、うん、切れないですね。でも地下ライトみたいなトラブルが、ちょっと少ないから、楽っちゃ楽です。あとなんか4号で、あと仕掛けのもう、なんか16号とかのミッキーと使ってたりすると、まあ、あ、ハリスか。ハリスが8号ぐらい使ってると、多少のものに引っかかっても、なんか、そのまま救出できるパターンあったり、捨て重り方式でやってたりとかすればいいのかもしれないですけどね。
うん、おお、ガヤ、お、お、お、え、カジカ、カジカだ、カジカだ、食べます。もうそれで契約取ってるよ。もう食べる。じゃあいただきますね。あ、家にちょうど1匹あったもんね。そしたらそれとちょうどやったら今度カジカ鍋できるか。遅延もうやめねえとやばい。もう7時だよ。8時半に使わなくなる。8時半につけなくなる。え、ちょっと抵抗感じる。いやでもなんか生き物の感じがしないな。うわ、人でフィニッシュだ。うん、ヒューって入った、これヒューって、なにこれ